本日はお忙しい中、富士総合火力演習、富士共同団、団総合予行、および団家族の日にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。私は本演習の実施部隊長をしております、富士共同団長の山中です。富士共同団、および協力支援部隊の隊員、みんなが高校の連絡、一生懸命任務に派遣でおられますもの、本日ご来場のご家族の皆様、および日頃ご支援をいただいている皆様のおかげと、深く感謝いたします。本日は皆様の日頃のご支援に報いるためこのような場所を設定させていただきました。若干天気予報によると雨が降るかもしれないと言われてますが、強い意志を持って予定通りガンガン演習をやらせていただきます。まためったにない射撃の機会、実弾射撃を見ていただく機会ですので、我々気合を入れて我々の実力を示せるように一生懸命頑張りますので、ぜひ一生懸命頑張っている隊員の姿を見ていただいて、我々に対する理解を深めていただければ幸いです。最後になりますが、ご来場の皆様のますますのご健勝と、我々自衛隊に対する引き続きのご支援、ご協力をお願いしまして、簡単でありますが、私も挨拶させていただきます。本日はご来場、本当にありがとうございました。では、前段、後段の2部構成で行います。前段では、陸上自衛隊の主要装備などを紹介します。後段では陸上、海上、航空自衛隊が行う統合による作戦により、我が国の島しょ部に侵攻する敵部隊を洋上および内陸部において撃破するというシナリオで、各職種部隊が共同して行う陸上戦闘の様子をご覧いただきます。前段の方向、距離およそ3000メートル、白い煙が上がっている山一帯が二段山、黄色い煙が上がっている山一帯が三段山で、突火火砲などの目標地域です。二段山および三段山の手前、距離およそ1000メートルから1800メートル、数字の2から6などで表示している台を2の台などと呼び、戦車砲などの目標地域です。その手前、距離およそ800メートル、4の台と5の台との間にあるオレンジ色の標識のある台がオレンジの台で、戦車砲などの目標地域です。オレンジの台の手前、距離およそ600メートルから800メートル、青などで着色した標識のある台を青の台などと呼び、機関銃などの目標地域です。前段演習においては、陸上自衛隊の火力を主要装備ごとに遠距離火力、中距離火力、近距離火力、ヘリコプター火力、対空火力、および戦車火力に分けて紹介します。